帝国石油株式会社は、かつて石油や天然ガスの採掘、生成、販売を行っていた企業である。2006年に国際石油開発と共同で国際石油開発、定石ホールディングスを設立したが、2008年に同社が社名変更した国際石油開発定石に吸収合併された。1941年に、 各社の石油工業部門を一元化し、石油資源の開発促進、進行を図る目的の帝国石油株式会社法に基づく、半官半民の国策会社として設立された。翌年に、日本石油、日本工業ら4社の石油工業部門を統合した。1950年、帝国石油株式会社法廃止に伴い、民営化された。その経緯から、 2006年に国際石油開発と経営統合し、持ち株会社国際石油開発、定石ホールディングスの完全子会社となった後も、新日本石油、ジャパンエナジーの両社が国際石油開発、定石ホールディングスの大株主として名前を連ねていた。1949年に、八橋油田、1973年に、岩木沖ガス田、1979年に、 南長岡ガス田を発見。日本国外では、ベネズエラ、エジプト、今後アルジェリアなどで、油田、ガス田の開発を行っている。2005年10月には、リビア東部でのガダメスコーを南北2箇所落札し、同所にて採掘が始まった。日本と中華人民共和国が、排他的経済水域をめぐり争っている東、シナ海ガス田問題で、1969年に、 死屈出願をしていたが保留にされ、出願から35年後の2005年7月14日に死屈権が付与されたが、その後に新中派議員の二階都市広が経済産業大臣になると、この流れはストップしてしまう。帝国石油は南長岡ガス田と鳴ルガス田の2カ所のガス田を保有し、天然ガスを生産していた。新潟県長岡市の西部に広がる 南長岡ガス田で生産された天然ガスは、腰次元プラントと小沢プラントで処理され、パイプラインで需要化に配送される。腰次元プラントは1984年9月に稼働を開始した。ガス処理能力は、日本最大級の日量190万 N 立方メートルで、 隣接地に特定規模電気事業者向けの出力約5万5千キロワットの火力発電所を建設し、2007年5月7日から営業運転を開始した。親、沢プラントは1994年10月に稼働を開始した。ガス処理能力は日量166万ナノメートル3。千葉県三部市に広がるナルトガス電は水溶性天然ガス電のため、 冠水に溶解している、天然ガスと要素を産出している。また、福島県奈良波町の沖合に、岩木沖ガス田が存在していたが、2007年7月末をもって、創業を終了した。製油所は、グループの定石トッピングプラント株式会社が、保有していた。拠点の首引製油所は、新潟県上越市にあり、日本で唯一国産原油のみを生成し、 その処理能力は4410バレル、比で日本一小さい。この製油所で製油したガソリンなどを販売するため、長野県中部から新潟県上越地方にガソリンスタンド計16点を経営していた。石油開発関連事業パイプライン関連事業、石油生成、物流関連事業都市ガス LPG 販売事業、その他関連事業海外プロジェクト会社工業所などが、 あり、つながりの深い新潟市には、定石が自社用に設けた道路や橋梁が後に寄付され、公共に供されたケースがいくつかある。ありがとうございます。